湖潜水。4月度、これまで店舗ナンバーワンに君臨してきたクローバーセブンがついに陥落。代わってナンバーワンとなったのはアトミックボンバー。まあ、毎月取って当たり前やっていう、まあもっとやっぱ上を目指してやってるんで、まあ、お店としての、団結力や、まあ、チームワーク、まあ、そういう部分っていうのは、すごい今でも強いものっていうのはできてると思うんで、あとはしっかり個人個人が、もっとね、高みを目指して、まあ、力つけていけばいいかなと思ってます。南で一番であったりとか、まあ、関西で一番、まあ、ゆくゆくは、日本一っていうところを目指していく中で、スタッフみんながもっともっと高いところを目指してやっていけたら、まあ、グループの一番というのは当たり前に取れるようになっていくと思いますし、一番が、まあ、今ぐらいの基準なんであれば、まあ、僕らはそんなところ見てないですし、まあ、当たり前に一番を取っていけると思うんで、まあ、今年は、もうずっとね、取り続けたいと思います。目覚めたアトミックボンバーの時代が到来するのか。もう絶対にその成功するっていうのは僕自身見えてるんで、毎日成長があって毎日いいことあるんで、チームバトルっていうのを初めてやって、あの勢いはあのいつもよりあったと思うんで、徐々に結果とかもあのよく出てきているので、1位を、取りに行きたいと考えています。昨夜のバースデーイベントっていうのがあったんで、まあ、やっぱり1番取れるぐらいの、まあ、手応えはありましたし、今回はまあ自信あります、ね、先月はまあ最下位という結果だったんですけれども、まあ、これではもう落ちるとこないんで、まあ、大輝という従業員がすごい伸びてきてるんで、まあ、今月はまあ上へ行くんで、率直にまあ悔しいっていう気持ちがあるのと、やっぱりこう V3 を取った上で、なんと言いますか、こうやっぱり負けるっていうのは自分たちの気の緩みやったりとか、ここからやっぱこう巻き返すっていうのがセブンだと思うんで、やっぱり和也社長がこう大阪に行って、やっぱりこう東京エリアとしてもセブンとしても弱っていくっていう風に見られたくないんで、一人一人個々の能力がね上がってきたと思うんで、あとはもう意欲もどんどん出てきてるんで、完全に1位と関わりに行ってます。自信はあります。果たして5月の店舗売上ランキングはナンバー8、順位変わらずドキドキゴーファースト。ナンバーセブン、順位変わらずクローバーレイ。ナンバーシックス、2ランクダウン、クローバー東京。ナンバーファイブ、順位変わらずラブホリック。ナンバーフォー、ワンランクダウン、クローバーセブン。5月の組織の総合力を見事に示した3店舗は、まずはナンバーワンを奪還し輝きを取り戻した代表翔太率いるアトミックボンバー。宿敵クローバーセブンを退け、念願のナンバーワンを奪還。高いポテンシャルを持った個の力をまとめ上げ、組織の差を存分に見せつけた彼ら。当然2ヶ月連続ナンバーワンを狙う。これまでの惜敗で勝つことの難しさを十分熟知しているからこそ、連覇の難しさも知っている。連覇を達成しアトミックボンバーの時代を作るのか。続いて今最も勢いに乗る代表矢吹雄太率いるドキドキゴー。4月度は代表雄太が個人売上で初のナンバーワンを獲得。店舗売上ではナンバーツーと躍進。さらに新人王2連覇した司も着実に成長し、勢いは衰えることはない。しかし店舗ナンバーワンという称号はまだ得られていない。まだ見ぬ頂にたどり着けるのか。最後は本店の底力を見せつける代表山尾健也率いるクローバー大阪。これまで2013年は一度もトップ3に食い込めず低迷していたクローバー大阪。
2011年はグランドチャンピオンとなったが、もはや過去の栄光。代表取締役後藤和也、エグゼクティブプロデューサー佐江上龍馬が戻り、本店の意地とプライドをかけ2013年初のナンバーワンを狙う。過去の自分を飛び越え、さらなる高みを目指し、未来を担う仲間と共に一致団結した店舗こそが勝者にふさわしい。ナンバーワン店舗に輝くのは。